え、僕はですね、ヨコタンという名前で、こういう漫画を書いてるものです。僕はニンテンドーシンね。イーダツンツンね。イーダツンツンもね、めんどくさいじゃん。そのライバー社っていう、まあ、インターネットのさ、社長がいるじゃん。会長が。このね、ライバー、ライブ配信から始まり、テクノロジーかけるエンターテインメントで次のステージへっていうね。で、ウーム、 株式会社と資本業務提携に関するお知らせとか出しちゃってさ。で、この下になんか小さい文字で、えー、誹謗中傷風評被害関連って言って、えー、弊社会長、飯田及び弊社に対する中傷等への対応っていうので、こうやってね、三崎氏をね、訴えますというふうに書いてるところの、このカッコ2のところをよく見るとさ、他の中傷への対応の方針、他のものからの動画や、 ツイート等による中傷について、今回の中傷に端を発して、イーダは黒、あとこれね、イーダは信用できないのように、著しく事実をねじ曲げた中傷を動画等で発信している者に対して、中傷をやめるよう警告し、対応によっては法的措置を行いますと。 この飯田は信用できないってこれ、これまさか僕のこと言ってるわけじゃねえよな。まあ、飯田は黒っていうのはこれひろゆきさんだと思うんだよ。西村ひろゆきだと思うんだけど、飯田は黒ね。まあ、こっち、ちょっとこれ、おかしいんだよな。ただ信用できないのは、僕は飯田とやりとりを何度もして、いろいろ嫌な目に合わされて、その結論として僕の主観として、飯田は信用できない。っていう、 ここがだからおかしいんだよ。一でしか事実をねじ曲げた中傷って、あれえね、ねじ曲げてなくねこれ。あ、そっか。だから僕は中傷をやめるように警告とか一個も来てないし、対応によっては法的措置も何も起こってないんだ。あ、そっかそっか。僕のはだから大丈夫なのか。だって僕のはもう事実をねじ曲げてないもん。事実に基づいた自分の主観を述べてるだけだから。いや、びっくりしたよ。で、この、 飯いだが、その、青白王子に、朝方の5時にね、電話かけ、もう、ん、はちょっ、ん、れっ、ん、は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 うん、はこん、はうん、はっ、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 はっ、はっ、はっ、んっ、はっ、はっ、んっ、は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  <laughs> もうまあ僕泣けてもいいから不倫になってもいいから、こう言ってみて、こういう感じ。これはきついよ。論理が通じなきゃ泣き落とし作戦だっていう。で青白王じゃあそれにえな何何何裁判相手に何何してんの君みたいな。<laughs> いや普通なんだよそれが。だけど。 それも、結果、いだなりのずるがさから生まれた技なんだよね。もう、情に訴えかけて、なあなあにしちゃおうみたいなのが、で、まあ、二人で話し合えば、なんとかね、一昔前までは、ねえ、会長、会長とか言って、ベッドにね、バターンってやってた、あの時の手名付けてる、青汁は手名付けやすいっていう記憶が少し飯田の中にあるだろうから、 ねえかい、ちゃってやり、やりたかったと思うんだけど、で、その後、なんか、救急車で運ばれましたみたいなことを、LINE でね、やってきたんだって。まあ、詳しくは、青汁王子のね、なんかまとめ動画とかいろいろ出てるから、それを見てほしいんだけど、あれでも、すごい、結構面白いね、技だなって僕は思ったよ。こういう側面もあるのはね、なんとなくはしてたけど、 昔からのニコ生配信者のリナリナなんだから、ああいうことやったりとかね、あの手この手でね、こちらを手名付けようと、絵付けしてきたりとか、泣いたりとか、ウェットメッシーって言ったりとか。まあでもああ言ったね、いろんな、その対応を見てると、他のことはどうか知らないけど、この件に関してだけ言えば、青汁王子って、結構まともな大人だなっていう、他のことは知らんけどね。 飯いだに対するしっかりとした対応ね、うん。そういうやつをそこで迎え入れちゃうともう思うつもなのそういうやつっていうのは。で、そのいろんな印象操作も裏ではしてくるだろうし、ちょっとだから何考えてるかわからんなっていう深入りはし,しない方がいいなっていう危うさというかさ。まあ僕もだからそういう考えを持ってさ、そんなに深入りしてないわけじゃん。ライバー社とかそのあたりに関しては。 なんかね、口ではいいこと言ったりとかね、いろいろと言うんだけど、世の中にはイーダに限らず、ちょっと変な感じの人とかいるからね、僕はそういうイーダの姿をね、そんなに長く会ってない中でも、何個か見てて、こいつ恐ろしいなっていうシーンも、その中でも何個か見てるわけよ。まあなので、 興味ある人はですね、じゃあ、イーダー59で検索すれば多分出てくるでしょう。<laughs> イーダー59で検索して自分で見て、ああ、こういう人なんだって思ってもらえればいいと思いますわ。そしてね、まあこういう人も世の中にはいるんだと。ということで、まあやっぱり養うべきは、 人を見る目と自分がどうやって周りの人と付き合っていくのかとかそういうねいい勉強のね材料にもなりますからなの僕みたいに誰かから受けた信頼を意図的には裏切らないこういったしっかりとしたね軸を持って生きてる人間がねやっぱね正しいよな本当に「